白里町のバーシーズコーヒーが星3つらしい。茨城県の形になってる。どうも、茨城県正月のスペキンです、はい、私がデレ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 スクです。はい、山中隆俊です。さあ、はい、で今回の企画はですね、茨城県内で星3つと、噂されるお店に行きまして、本当に星3つなのかどうかを検証する企画でございます。はい、今回ですね、我々がいるのは茨城県城里町にありますマーシーズコーヒーさんに来ております。来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。お騒がせしちゃってしまう。いや、ちょっと場所もすごくいい場所 で、はい、そうですね、こう国道123号、はい、ちょっと入ったところにありまして、はいはい、中川、はい、ですぐそこにありまして、いや、もうすぐそこですよ。すぐそこに中川、これが中川で、中川大橋もその麓にある感じでございます。そうですね。で、席も外のね、はい、テラス席、はいはいはい、おしゃれな席も何席あるし、うん、店内の、うん、ソファー席とかいろいろありますから、めちゃめちゃくつろげますね。ね、はい、おしゃれた、うん、店内でございます。9時30分から16時まで木曜定休で、うん、プラス不定休があると。まあ、ちょっと詳しい情報は概要欄にホームページがありますので、そちらをぜひチェックしてみてください。お願いします。まあ、何でもね、まあ、コーヒーはもちろん、はいろ、はいろ種類があってたくさんあるんですけど、はい、料理も美味しいぞということで、まあ、ちょっと両方いただかないなと、はいはい、いうことでございます。うん、すいません。お待たせしました。あ、お待たせしました。いい笑顔です ね、知る人ぞ知る方でございますね。はいはいはい、ちょっと今日ね、はい、おすすめのメニューなんですけど、ご飯おすすめですね。こちらですね、あ、季節限定の、季節の野菜、グリル野菜とカレードリアですね。すごい野菜が、そうですね、季節によって違う。そうですね、これはちょっと秋口なんで乾くの野菜なんで、今はまた夏の旬の野菜が乗ってますね。はい、夏の旬だからね、キュウリだ乗ってますかね。どうですか。これやっぱ人気なんですか。やっぱこれ人気ですね。で、限定なんで1日4食だったり5食だったりするんですけど、まあ、日によって野菜が、まあ、うちの野菜とか、あと道の駅勝也さんで買った野菜とか使ってるんで、じゃあもう地元も、あ、本当そうです、城里のお野菜だ。そうです。じゃあそれをじゃあ、はい、ありがとうございます。その後ちょっとコーヒーもいただきます。コーヒーも、はい、今おすすめのは水出しアイスコーヒーっていうのがあるので、それを食後にお持ち、食後に、食後でしようか、はい、食後で、食後で、はい、お待ちいたします。はい、もう店内もさ、めちゃめちゃやっぱコーヒーのいい匂いしてますよね。おしゃれ、メニューもいっぱいあるもんね、そのケーキ、はいはいはい、ね、あの甘いやつもね、はいはいはい、あるよあるよあるよ。コーヒーの種類もいっぱいあるし、朝ごはんとかもね。そうよ、朝からやってるからモーニングがあんのよ。あ、モーニング ねパンだけじゃなくてご飯のやつ。あ、本当だ、ご飯もある。ありますね。お待たせしました。あ、来た。はい、失礼いたします。おわ、すげえ。季節のグリル屋さんとカレードリアです。すげえ、すげえ。一応これ下がカレードリア、チーズとトマトのカレードリアになってますので、お野菜を一旦どけていただいて、トマトとチーズのカレードリア混ぜながら召し上がってください。で、こちらのお野菜は、今日は粒マスタードとスパイスソルト、あと生姜醤油があるので、野菜をつけてつけながらお好みで召し上がってください。あ、なんかちょキュウリって言われたら、キュウリ入れといて。ちょっと本当はないですね。ないね、本当はないでしょ。いや、なんだ、俺キュウリあるじゃんと思って。ただに胡椒をおかけしてるんですけど、おかけしますか。お願いします。失礼いたします。え、うわー、いや、ちょっとすごいっすね。いただきます。おお、出てきた、出てきたよ。か、うわ、うまそう。すげえ、はいはいはい、うま、うわー、あーあーあー、うまそう。これぐらいできるかな、とりあえずね。うん、これはすごい。あ、ご飯が、うん、おー、絶対熱いね。いただきます。うん、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 出た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 わ。カレーがスパイス美味しいんで、うん、ですよ、うん、で、こうチーズの濃厚さ、はいはい、そしてトマトの酸味を、うん、これが、うん、酸味一体になってめちゃくちゃうまい。なるほど。これうまいわ、うん、トマトすごい入ってるわ。チーズもね、量美味しい、うまい。
すごいよ。おお。すんごい、まだいっぱい入ってるトマトが。今日いろいろねあるから、はいはい、じゃあ玉ねぎからいこうか。ディゾルト。あこ。熱い。おふんじゃ。でも素揚げされてんだけど、うまっ、あつあつうまい。玉ねぎトロトロ。じゃあ次もうナス。ナス。いただきます。野菜うまいわ。これいいな。いただきます。おお、一口で。ちょっと特別にね。はい。ちょっとキュウリって言っちゃったもんだから。はいはい。入れてみましたよ。ええ。あ、おい、あのあったかい。なるほど。ホットキュウリ。ホットキュウリ。ちょっと焼きました。あ、焼きキュウリ。うまい。うーん。今こんなに野菜って結構高いからさ。そうだね。こんなふんだんに入れないよ。それと別にサラダがあるからね。ねえ、うん、最後胡椒をかけてた。そうね、はい、これは。うーん、うーん、ドレッシングうまい。何これ、何の味。自家製ドレッシングってことですか。ああ、そうか。どっちかというと醤油ベースなのかな。お、和風な。そう、ドレッシング。へえ、あの酸っぱい系じゃない。これはうまいわ。ごちそうさまでした。はいはいはい。いやー、うまかった。はい、失礼いたします。お待たせしました。食後のこちらですね、水出しコーヒーですね、の極深ブレンドですね。極深ブレンド。極深ブレンド。一番うちの中で、あの焙煎度が高くて一番苦いもの。苦い、簡単に言うと苦いコーヒーですね。なので、すっきりもしてるんですけど、最後口の中にちょっと甘みも感じるんですけど、なんでお砂糖、あ、ガムショップ、ミルクなんかに入れてもちょうど合うような。コーヒーが負けない。さらに後ろにあるんですけど、機械っていうか、あの抽出機で8時間かけて、で8時間点滴みたいにポタポタ垂らして、1.5 リッターずつ、やっぱ3リッターしか取れないんです。なんで貴重な、で水でポタポタ垂らしながら、お湯と違ってまろやかなんですよね。おお、おにゅう、深いね。苦味があるけど、でも最後本当に甘みが来るというか、うん、苦いだけじゃない。なるほど。ここマーシーズコーヒーの平日限定、季節のグリル野菜とカレードリア、そして極深入りブレンドの水出しコーヒー、星いくつですか。星3つです。ありがとうございます。すいません。いや、カレーのね、お野菜たちには感動ですよ。いや、すごいね。ということで皆さん、ぜひ茨城県城里町のマーシーズコーヒーに食べに来て、そして飲みに来てください。お仙人からのお知らせです。現在、水戸駅北口ビストロ居酒屋食堂ヘイとコラボ中。会計時にこちらの画面を見せますと 5% オフになります。何人でも何回でも使えます。ぜひ使ってね。この画面をスクリーンショットして見せても大丈夫です。ぜひスクリーンショットしてください。してますか。してます。何その、してない人いたから今。いた？いた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 。どうしないと。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタン拡散よろしくお願いします。本当に最後までご視聴ありがとうございます。僕もコーヒーいただいてます。どうですか、そっちのエチオピアは。これはなんかあれですね、タバコに合う。さっき聞いたからだろうな。もう吸いたい、吸いたい。一服に最適の。いいよね、いろんなコーヒーありますからね。